中年オタッキーです。ちょっとね、写真をあんま撮りすぎて、いろんなカメラで撮りすぎて、ネタがたくさんありすぎるような状況にちょっと陥りつつあるんですけども、そんな中でも今日はちょっとね、動画を、作っていこうと思います。ひょっとしたらね、動画がどんどん増えるかもしれない。ネタが、ちょっとネタが多すぎるんでね。今日はね、このカメラの紹介です。ヤシカハーフ17っていうね、ハーフサイズの、カメラですね。それでは動画スタートしてまいります。はい、このヤシカハーフ17なんですけども、発売されたのはね、1964年だったみたいです。ちょっと価格とかにはね、たどり着けない、あんまりね、データがないんですね。ヤシカ自体が、日本の企業としてはもう消滅してしまってるんで、データがないんですけども、ね、時期的にね、レンズはね、間違いなく富岡光学が製造していたものと思われます。32mm のね、F1.7 っていう明るいレンズがついてますね。で、このカメラ、以前にも一回紹介したんですけども、私がその時持ってたヤシカハーフ17は、セレンコ電池ね、このサークルアイから、セレン光電池で露出を測るんですけど、セレンが劣化していて、満足な写真が撮れてなかったんですね。で、今回のこのヤシカハーフ17は、いつもね、紹介してますけど、和孝様より、提供された、カメラになります。で、状態がかなりいいということで、とりあえずね、ケントメア100、モノクロのケントメア100を装填して、露出補正も何もなしでね、ババンと撮ってきました。富岡光学が製造ということで、レンズは期待できますし、シャッター速度も一応800分の1まであるんですね。ただ、これ800分の1っていくと、想定上800分の1で切れてるとか、なんか、よくわからない表記で、実際に800分の1で切れてるわけじゃないっていう話なんですけども、とりあえず撮ってきましたね。で、写りの方なんですけどもね、ちょっと、ちょっとね、露出オーバー、が見られる感じだったんですけどね。まあ、ちょっと今見てもらってるんですけどもね、やはりね、レンズのね、解像度はもう抜群。富岡光学の名に恥じないレンズなんですけども、全体的にね、ちょっと白っぽくなっててね、ちょっとオーバーかなー。一段ぐらいね、フィルム感度を高くした、0.5 段ぐらい高くした方が良かったかなっていう、写真になってますけども、これ何の補正もなしでこれ、なんですけども、なかなかね、解像度が高い、写真が多くなってますね。これとにかくレンズ、やっぱね、富岡が製造したということでレンズが素晴らしいっていうことになってるんですけどね。で、目測ピント合わせなんですね。開放 F 値が1.7 で目測ピント合わせということで、なかなか考えて撮らないとピンボケ写真になってしまうぞということです。カメラ自体はね、もう目測ピント合わせで、ピント合わせる以外は、あとはもうセレン光電池が判断して、露出を合わせるね、プログラムシャッターキーになりますね。で、蓋はね、ここのよーいって引っ張って中開けるんですけど、まあ、こんな感じでね、もうこれでね、縦に構図になってますけど、普通に構えたら縦構図になってしまう、普通のハーフ、カメラになりますね。で、こんなところにね、巻き上げればがあるんですけども、よいしょ。よいしょ。今ね、暗いんでスローシャッターになってますけどね。で、セレン光電池が、まあ、劣化していても一応マニュアルで撮ることはできます。マニュアルにするとね、もうシャッタースピードは30分の1で固定になりまして、絞りだけをコントロールですけど、絞りが16までしかないんですね。だから、モノクロの400とかリバーサルの400で撮ろうと思ったら、もう日中で撮ろうと思ったら、晴天日中だったら露出オーバーになってしまうんで、カラーネガで撮る400だったらもうカラーネガ限定になってきますね。このカメラの流通なんですけども、非常に少ないですね。ヤシカのね、ハーフシリーズは全体的にね、あんまり売れてなくて、これも売れていたとしてもね、
調子が悪くなってたとか、ヤシカエレクトロハーフとかいうのもあるんですけど、もう電装系がね、露出系が死んでしまってるやつとかが多くて、ほとんど流通してないんですね。で、ハーフカメラにね、ちょっと詳しい人に聞いてもね、やっぱね、この動いてるヤシカハーフっていうのが非常に珍しい、ということなんですね。で、オークションとかで、ね、たまに出てるんですけども、そんなに高くはありません。 2,3,000円も出せば、簡単に落とせるものではあるんですけども、露出系が、ね、死んでしまっていては、まあ使い物にならないに近いものになってくるんですね。まあマニュアルで撮ればなんとかな、カラーネガー限定になってきますけど、マニュアルで撮ればなんとかなるんですけども、あとシャッターの不具合も結構見受けられまして、ただシャッターの不具合はね、結構簡単に直ります。この真ん中からね、サークルライトが全部外すと、ロータリー、シャッターのね、ロータリーコントロールみたいな感じのところが出てくるんです。そこに油を刺しただけで大体直るっていうことで、以前ね、使った僕の、持っていた露出系がおかしくなってる、ヤシカハーフ17、はその油を刺してね、シャッター速度は正常になりました。バルブもちゃんとあるんですよね。バル一枚にバルブもあるんですよ。見えてね見えてね見えてないぞ、老眼鏡で、あ、なんかバルブがうまいこと、あ、やっぱバルブ動いてるわ。押しっぱなしね。バルブもちゃんとあることあるんですよ。マニュアル露出はバルブにするともう自動的に開放になります。で、マニュアルにするともう音聞いたら分かるけど、ね、スローシャッターになってしまうんですね。まあこんな感じでね、オリンパスペン EE みたいに、露出オーバーとか露出アンダーだとシャッターを押せないとか、そういうね、親切設計にはなってないんですけども、ファインダーの中はなかなかね、豪華です。露出系のね、針があるのと、あとピントリングを動かすと、ちゃんとね、測距点までのね、目安がね、出てきます。人の絵、人が立ってる絵、3人立ってる絵、あと山の絵ということでね、ゾーンフォーカス、目測式のピント合わせになりますんでね、その目安が出てくるんですけどね、まあ、レンジファインダーでね、20像を合致式にしてくれるのが一番いいんですけど、まあ、このボディサイズでそれはちょっと無理なのかなって感じで、ハーフカメラにしてはちょっと大きめになりますけども、映る絵がね、半端じゃないんでね、ちょっとこれもう一回ね、カラーネガをね、装填してね、チャンスがあれば、写真を撮ってみようと思い、カラーでのね、描写もね、ぜひ見てみたいんでね、はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになっていきますね。はい、じゃあ次はね、視聴者様の作品紹介になってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターはね、イクオさんですね。タイトルがね、1枚目がね、F3 公式予選、2枚目がね、ミラージュ、三菱ミラージュ予選走行ということですね。カメラはね、ペンタックスの Z50PQD、レンズが SMC ペンタックス F100 から 300mm、F4 から 5.6、フィルムが富士クロームプロビア 100RDP2 ということでね、20年ぐらい前に富士スピードウェイで撮影しましたということで、これ富士スピードウェイの旧コースになりますね。僕も走ったことあるから場所よくわかるんですけどね。これ、1枚目がね、第一試験に侵入で、2枚目がね、1コーナーのインガイル撮影ということです。富士スピードウェイの、撮影状況なんですけどね、この時は、現在はね、コースが変わっちゃってるんでわかんないんですけど、この時はね、撮影しにくいサーキットでしたね。富士スピードウェイね、アベレージスピードがものすごく高い上に、撮影ポイントがね、ちょっとね、コースから離れたとこからしか撮れないんです。ちっちゃい写真、どうしてもちっちゃい写真になるんですよね。そういう意味ではね、2枚目のね、この三菱ミラージュ予選走行って結構大きく撮れてますね。頑張ってると思いますよ。はい、イクオさん、ありがとうございます。次はね、一都市九さんの作品。タイトルで1枚目がね、1ヶ月前のタンポポ。2枚目がね、切っても切っても生えるってことで、カメラは2
ニコン F80D、AFS50mm、F1.8G、コダックゴールド200で撮られておりますね。写真なんですけどね、これ1枚目の方ちょっと惜しかったですね。これもうちょっと光と構図があればなかなかの作品になってると思います。2枚目はね、光はあるんですけどちょっと構図が中途半端ですね。僕だったらね、縦構図にしてこのぐらいにするかなと思います。もっと寄ってね、50mm のね F1.8G ということで結構寄れると思うんで、こういう写真もうちょっと寄って大胆に切った方が印象的な写真になるような気がします。はい、一としきゅうさんありがとうございます。次が栄太郎さんの作品ですね。タイトルがね、横浜黄昏、カメラ、α7R3、レンズタムロン 70-300F4 から 5.6、横浜大黒橋から富士山バックに港未来撮影、高所恐怖症の私はこの高さから撮影15分持ちませんでした。カメラ三脚セットもおぼつかず、ピント露出をじっくり考えることもできない中の撮影です。2枚送ってくれてるんで良い方から、ということなんですけどね、ちょっと甘いと思いますね。ピンがちょっと甘いんじゃないかな。これどこにある、レンズのせいかな、ちょっと分かんないですけど、 α7R3 だったらもっとバリバリになる、と思うんですけども、ちょっと甘いような気がしますね。これ、ジャスピンできてたらねかなり良かったんですけどね、惜しいですね。まあ高所恐怖症、もう一枚の写真はね、明らかにね、ブレてました。かなりね、恐る恐るシャッターを押したのかはよくわかんないですけどもね、ブレてましたね。今度はね、もうちょっと安定した足場のとこで撮りましょう。太郎さんありがとうございます。次はね、野良旅人さんの作品2枚。1枚目がね、奇跡の花、ソニー α7R3 ツアイス 25mmF2、2枚目がね、祭り囃子が聞こえるね、ミノルタ XD、MD ロックオール 50mmF1.4、富士からは400ということで、1枚目、昨年の6月、長野県に行って早朝撮影、毎年通ってた高山植物三花葉の写真ということで、これ貴重な作品ですね。ただ写真としてはね、もうちょっと寄りたかったかな。これものすごい、これね、透明なね、花びらの、花なんですね。今ちょっと見てもらってますけどね、もうちょっと寄れなかったかな。レンズ長いのがあったりしなかったのかな。祭り囃子は聞こえないっていうのはね、行灯の向こうにね、ちょっとお祭りの賑やかな雰囲気が、祭りをね、裏方から撮ったような感じになりますね。これ、400で撮ってるということなんですけど、フィルムにしては綺麗に映ってますね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次はね、ドリームロコモーティブさんの作品。タイトルがそびえ立つ、カメラがね、スマホですね、ファーウェイノバ2、HWV31、 外出自粛中、会社の通勤途中に撮影、スマホ撮影で、内蔵アプリでモノクロに仕上げてますということで、実はね、こういう作品を待ってました。モノクロでね、光を使って綺麗な作品がなかなか来ないなと思ってたところにね、スマホ写真ですけども来ましたね。ということでね、ちょっとタイトル画面入れ替わったばっかりなんですけども、次回からこのそびえ立つを、タイトル画面にいたします。いいものはいい、スマホの写真でも関係ないということでね、作品投稿のコーナーは、ここまで。今日はね、実は俺のカメラはお休みになります。次はやったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日小寺さんのやっちまったですね。リサイクルショップで1500円で XR、リコー XR500 を拾って、レンズは綺麗なリケノン 50mmF2、富岡光学製っぽいということで、カメラはね、ミラーアップ不良品だったということで、全分解しシャッターマックに噛んだモルトを除去、完全戦争復帰のつもりだったが、フィルム入れて撮影開始、フィルムカウンター4で1回ミス、10からはカウントアップせず、後で調べたらプラスチックギアで10枚目のギアは破損、
1日半の修理かいなく残念ということですね。一応ね、作品も撮られてますけども、これ、光がなかったのかもしれないですけど、エゴい写真になってますね。結構面白い、作品になってますね。解像度の高さはもう富岡工学の、クサルリケの、折り紙付きでございますね。残念でした。でもこれカウンターが動かないだけでシャッター動くんじゃないですか。1500円プラス税っていうね、ポップですか、物悲しそう、醸し出しておりますが、まあこれに懲りずに次も行きましょうございます。今日のね、動画はこんな感じになります。でね、来週の動画なんですけども、どこ行った、あれどこ行っちゃった、よっ、カメラどっか行っちゃったよ。どこか、ここか。いろいろネタが転がってるんですけど、次はこれでいきます。これね、いただき物ですけどね、アルファ 507SI、に、ミノルタ AF2485 を、つけてね、モノクロでね、これもいただき物のね、アリスタエデュー200っていうフィルム、を使って、撮影してきました。アリスタエディユのね200ね、現像時間がねはっきりね、もうあのデータがはっきりわからないっていうことなんですけども、自分なりにね予想を立てて現像してズバッときましたよ。というわけで、来週はね、今週もこの動画で終わりになると思うんですけど、アルファ 507SI で、アリスタエディユ、200のモノクロフィルムを使って撮影してきたというなってきます。はい、ちょっとね、ネタがたくさんあるということで、動画がどんどんね出来上がってくるんですけども、作品投稿のコーナーとかね、俺のカメラのコーナーとかね、どんどんね投稿していただければと思います。投稿の仕方はね、先週も前回も言いましたけども、YouTube のね僕の動画の概要欄にね、あの投稿の仕方を書いてありますので、そちらを参考にね投稿していただければと思います。はい、今日の動画ね最後まで、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、いつも言ってますけど、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんでね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。結構ね順調にね増えてます。3000人いったらねカメラプレゼントをねやりますんでね、で、あの高評価ね、またいいねと思った方はぜひぜひね高評価をしてください。励みになりますしね、チャンネルがシェアされる、原因にもなるようです。はい、それでは最後までご覧いただきありがとうございました。まだ次の動画までお待ちください。それではまた、さようなら。